金なし。大体いける気がするんだ。美味しいねこれ。あんた基本何でも美味しい。こっちの方が甘い。あ、本当？うん。1780円です。いたいたいた、うん、硬い木？これ硬いよ、広葉樹だもん。だからダメなんだ。あいやもほら気をつけてね、手を。うりゃなんかね、いつもやってる感じがさ、押し当ててそのまんま振り下ろすっていうやり方なんだと思ったんだけど、全くうまくいってないんだけど。なんでですか？わかんない。皆さんこんなに苦労してらっしゃるの？あこの、なんだっけ、わかんない斧？いつもナイフだもんね。割れてしまいました。あーまた買わないと残念。あ、巻き、私の好きな、あんま良くないというか、しゃぶしゃぶ用なんですね。それでいけるかどうか。なんか置いてた。あ、ピンされた。あ、ピンされた。ピンされた。あ、いけるかな。初めて食べたけど美味しい。嘘？ほんと初めてじゃないの？え、俺家で食べてないよ。だってじゃあ私一人でやったんか。多分そうやな。いただきます。
食べよう。うん、さっきの甘じょっぱ、さっきの余った肉だね。うん、めっちゃうまいけど。生串、これ多分さ、味付いてない。ワンちゃん危ない。うん、はい、今日は焼き鳥です。10言いませんけどね。めっちゃいっぱいあるから頑張って食べよう。去年の夏やったっきりだね。そう、うん、美味しそう美味しそう。もっと乗せる？もっと乗せたら多分時間かかるからさ。もっと乗せよう。うん、もう4本ずつぐらい。あんま奥やると今度また木が燃えちゃうよ。木が燃える。そう、だからもう周りでいいんだよ。なんで先にまぶさなかったの？いい感じだね。いい感じ、いい感じ。ちょっと火強いかな。美味しいね。ね、味もちゃんとしてるし。どうだろう、わかんない、多分、うん、いいや、もうそのままいっちゃう。美味しいよ。うん、食べるなら言って。食べる食べる。火は落ち着いてきたか。でも死ぬだから。うん、ここで組んでる可能性も出た。何回も回しない。あ、それまだじゃないか。焚き火台の問題じゃないと思うんだけど、なんか今日すごい、なんか今日全然燃えないんだよな。火が全然燃えないんだけど。いつもと同じことしてるよね。してる。じゃあ今まで行ったキャンプ場でどこが一番いい？どこだろう。でもやっぱりふもとっぱらみんないいって言うけど、ふもとっぱらは良かったよね。ふもとっぱらもう一回行きたいね。でも俺の中では自由キャンプ場最高。湖、うん、湖はやっぱり景色が良かったな。私どこだろう、わかんない。でもふもとっぱら、自由キャンプ場、あと俺はほったらかし、これがトップ3だから、あとは4番目で、あ、でもトップ3じゃないけど、森の牧場とキャンプ場も良かったな。なんかすごくこうみんなのさ、夜の明かり、明かりがね、うん、あれはすごくすごく良かった。食で和定食でーす。土鍋で炊いたご飯ね。かまどね。土鍋。土鍋ね。土鍋か。で、これは私は赤だし。サバでしょ。うん。梅干しの、あとからしの炒め、この焼いたの。うん。で、まあ枝豆、あとちっちゃい。あと。膝に乗ってもらえない、通常乗ってもらえない男。あのさ、布団
薄すぎてガリガリでガリガリだから骨だから私の膝に通常乗ってるからワンちゃんはすぐに、ガリガリの太ももが耐えられなくて折れちゃうんですね。でも今日はずっと乗ってくれてて嬉しい嬉しい違う違う違う、あんたが嬉しいよかったねっていう話